キボッキさん。反射なんてとんでもない小心者のつるっぱげ、夜中に足つり死に目に遭い、朝方トイレに必ず行く、毎日毎日うざいポストをするパッキポッキです。はい、パキパキです。今日も一日お疲れ様です。はい、お疲れ様です。今日は日曜日ということで1週間最終日、お疲れ様でした。ドドン。土日ということもありまして、皆さんお休みだったのではないでしょうか。まあもちろんあのね、頑張ってお仕事されてる方もかなりおるかと思うんですが、お疲れ様でした。本日日曜日ということでですね、各地イベントあってるのではないかと思います。はい、昨日から始まっております、宮城の方であっておりますつもりの家オープンガーデンということでですね、我らがマッサラディーチェさんとココバナウンさんと若草ソフレインさんとフリタマさんということで、まだ他の方たくさんいらっしゃると思うんですけど、繋がってないのでよくわからない。上の方もお友達増やしていかなあかんのかなと思うんですけど、はい、なかなか、動いておりません。すいませんということですね。さて、昨日のそのイベントの様子を見させていただきまして、私も、8ピック、タイルですかね、まあ、そこはもろもろ参加させていただきました。なんかいろいろ可愛いポップを作ってもらったりね、してもらったりして、ありがとうございましたということなんですけど、はい。さあ、あとあのあれか、マッサさんは結局12時過ぎぐらいになんかあのお昼のね、ちょっと講師としてですね、はい、マッサラディーチェ渡辺って言ってなんか書いてましたですけど、はい、なんかしてました。はい、その様子は残念ながら参加しないとわからないので想像でしかないんですけど、ココバナさんとかね、の方のコメントというか、ポストを見てみると、とても上がりやすくて、とても勉強になったという、社交辞令を言われて、言われておりました。絶対怒られるね、こんなんやったらね。はい、まあ、冗談冗談です。本当、わかりやすいですよね。はい、パカさんもライブの時で声がすごく聞き取りやすい声ということでね、私もいつもこんな変な声なので、なんていうかわかりませんって言ってクレームはよく、来ますけど、で方言とかなんかそのイントネーションが全然違うので、クレームあります。はい。どうでもいいですね。はい、さて、今日は2日目ということで、マスターさんはちょっとお休みいただくということで、ココバナーンさんと、マガクタツオブレインさんと、フリタマーさんもかな、はい、参戦するそうです。私の8などは、ココバナーンさんが、代わりに販売していただけるということで、とてもありがたいことだと思います。はい、ですね。はい、さて話は変わりまして、我らが吉野さんは昨日は結局あれか、備前屋縁西の方やったんですかね。はい、備前屋縁西と備前屋過去借りというのは別みたいで、備前屋縁西健康部門ということなんですけど、筋膜リリースを中心に、吉野さんは立ちなり、植物はちょっといけませんよっていう話をされてありましたですね。ということはそこに綺麗に、陳列されて、ちょっとギャラリーっぽくしてるのかなとかって思うんですけど、まだ行ったことありませんので、全くその状況がよくわかりません。はい、ただ一室がなんか施術台みたいなのがありましたので、そこで、剥がしてもらうんでしょう。吉野さん、どんどん顔変わってるよね。なんか目がでかくなってないですか？もともとあんなに目がでっかかったんかな。常に線ですもんね。目が線。こっちもこっちで怒られちゃうね。まあそんな感じなんですけど。はい。今日ですかね。はい。昨日の夜から移動されてあるみたいですけど。はい。じゃあこの続きはまた後で。
のブラキ。はい、バルコニーさんのブラキ続きですということで、相も変わらず今日は天気がいいですね。昨日も天気が良かったですね。はい、なんかちょっと体感的におっとひんやりするかなと思いつつも、やっぱり日差しが強くなってきましたですね。はい、今日の朝もマダギアマダガスカルちゃんたちは20度超えておりましたですね。外は若干まだ冷え、あのまだそれよりも気温が下がってるんでしょうけど、グラキリスも花芽が出ておりますし、各地ペースサンデルシーも、芽吹いてきましたですね。あとはホロンゲンセラメリー、デカリー、プンバックス、かな、ですかね。がまだかな。エブレネウムもまだかな。もうちょっと、なんですかね。このタイミングで水をやるのかどうかっていうのもちょっと考えてるんですけど、まあ、パンパンになってるから、とりあえずはこのままで、みたいな感じですね。はい。まだ動いてるんでしょうけど、やっぱ日々、じっくり見てないせいもあって、ちょっと気づかないのかなとかって思うんですけどね。はい。さて、我らが、バンキシャ吉野さんは、ただいまどこに行ってる瀬戸橋を渡って、観音寺というところですかね。はい。吉野さんの相方、あっちゃんですね。俺の商店のあっちゃん、も動いておりますね。岡山食友として、パンとおやつっていうイベントですか。ねー。パンツ。まあ、わけわからずね、すいませんね。はい、ごめんなさい、すいません。っていうことなんですけど、はい。まあ、じゃあ、なんかこう、イベントがないとですね、なかなかこう、車で歌ってくれないみたいで、はい。まあ、毎日忙しいんでしょう。はい。夜な夜なね、なんかちょっとこう、ターンテーブルを回して、なんかこう、ストーリーしてもらったりするときあるんですけどですね、なかなかこう、出没、しない人です。はい。ただいい人、めちゃめちゃ面白い人なんでですね。はい。そんな感じですね。まあで、まあ、吉野さんは昨日の河野翔吾さんと合流して、まあいっぱいやってで泊まってで、向かっとるんでしょう。はい。そんな感じじゃないですかね。はい。こちらの方もちょっとまたストーリーなりでポストなりで。雰囲気が分かるんじゃないかなとかって思うんですけどね、うん、去年の今頃は、まあ、吉野さんも翔吾さんも出ましたけど日本橋だったんですね。演芸やろうぜの後もその次の、週はもう日本橋行ってたんですよね、うん、東急さん の東京の建物の2階やったんですかね、確かね。あ、あそこはもう今借りれませんよとかって言ったからね、また違うところでっていう話をなんかちゃちゃっとこうされてあったみたいですけどね。はい、いいですね、植物でつながるこういうのってですね。はい、ね、もう吉野さんはもうこれだけも露出しておりますから、もうどこ行ってももうね、うん、あ、パンチの人や、あ、歌う人やってね、美人の人やとかってね、うん、一番は美人の人やって言われる人がやれるのがいいよね。うん、パンチの人やって言ったらですね、うん、パンチやめたらどうなるっていう感じがしますけどね。はい。まあ、そんな感じで、また今日も面白いことが起こるような気がする感じがします。はい。ですね。昨日は結構ライブされてありましたですね。5、6人ぐらいの方がされてましたでしょうか。初めてですかね、ハブさんっていう方ですかね。のライブちょっとチラッと見させてもらったり。うん、ちょいちょいちょっとつまみながら見させていただきましたですね。はい。ライブは大変やねとかって思うんですけどね。最近なんかちょっとちょこちょことなんか絵の依頼というか、なんかこうロゴを考えたりとかね、アイコンがとか、なかなかいろいろお話を、いただきますか。なんかちょっと気持ち的に心境変化があったのかな。やっぱ人間暖かくなってくるとやっぱ開放的になるということで、なんか新しく始めなくちゃという感じなんでしょうか。はい、さっきは相変わらずなんかうらーっとしておる次第であります。はい、じゃあ来週はもうゴールデンウィークじゃないですか。もうすごいね、10連休の人も出てくるって言っておりましたので、はい、まあ、ぜひ楽しんで
で、頑張って仕事の人は頑張って、お休みの方はゆっくりお休みくださいませ。はい、じゃあ明日から月曜日また頭切り替えて頑張っていきましょう。はい、じゃあ今日はこんな感じで終わろうと思います。お疲れ様です。てっけねーぜー。歌う暇があったら演劇して踊る暇があったら演劇してライブの武器でかけて演劇してそんな演劇火を浴びて咲き出すような花のように鼓動で踊るように、もう体に任せて僕らはこうしてどこにも見せない愛で満たしてるほど僕らはいつの日も見えない愛で満たしてる本当。ビラ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 トゥーダフロー、ビラビラオー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 。輝き出した僕らを誰が止めることなどできるだろう。羽ばたき出した彼らを誰に止める権利があったのだろう。あてれれてれれれてれれてれれてれれれてれれ、よく口にしていた、よく目にしていた、よく見ていた。オリジナブルな完成度プラススケスケまくりのイミテーション、あいつになりたくてもがいても底なし沼のように沈んでくよ。リーズナブルな完成度プラススケスケまくりのイミテーション、ニッケルバンして火つけて君の心に落とすイマジネーション、イマジネーションからリアライゼーション、よく噛み砕くインフォメーション。今日は香川県観音寺市でアルゴリハウスのイベントザ・プランツフィーバーへ参加するから、うどん食わんやつも来いよ。お88箇所回らんやつも全員集合してくれよ。とにかくこんな晴れの日を楽しめよ。岡山から参上よっ。